デイグ、ありがとうな。ロストレイクキャンプ、聞こえるか？ディーコン、俺だ。マイク、よかった。さっきブーザーといたら、リッパーに出くわして、それで。リッパー？おい、お前ら、アイアンリッジを越えたな。言ったはずだぞ。いや、違うんだ。聞け、マイク。ローグキャンプに奴らがいたんだ。リッパーがローグキャンプにいただと？それは確かなのか？当たり前だろ、マイク。確かだ。リッパー以外ありえない。全身傷だらけの奴らなんて他にいるかよ。そうか、分かった。落ち着け。明日はカルロスと交渉だ。スキッゾがアイアンビュートに行って状況を確認する予定だ。それまで俺たちは。カルロスとの交渉にスキッゾを送るのかよ。おい、嘘だろ。俺のやり方に口を出すな、ディーコン。言っただろ、協定を破る気はない。いいか、切るぞ。ったく、マイクのやつ、スキッツの言う通り、皆殺しにされるぞ。もう、おじいや。こちらタッカーだ、聞こえるかい？お？ああ、タッカーか、聞こえるぞ。また仕事があるのか？後で寄るよ、じゃあな。マジか。いや、ブーザー、今はマリオンフォークスに向かってる。マリオンフォークス？何の用だ？決めたんだよ。お前の言ってた通り、もう十分だと思ってな。さらに別れを言う。教会に行くのか？わからない、行くかもな。ディーグ、あのな、これが最後だ、ブーザー。約束する、じゃあな。行ってタッカー、タッカーディーゴン、コープランドだ。うまくやってるか？仕事がある。コープランドか。ああ、わかった。時間ができたらやる、じゃあな。オッケー、任せろ。やっとだ。ラジオフリーオレゴン、真実は人を解き放つ。ネロの狙いは何だ？突然銃をぶっ放しながら現れやがって。命が惜しければ下手な詮索はする。それに狙いはもう分かってる。連中はこそこそやってる。森に関しちゃ俺の方がよく知ってる。奴らはフリーカーを追跡し、研究し、観察してる。何やら記録をつけながら。何のために情報を集めて、フリーカーが飢えて死ぬまでにかかる時間を調査してるんだろうよ。政府の連中がいつ穴蔵から這い出て不当な権力の座に返り咲けるか見当をつけていやがる。今回ばかりフリーカーも俺たちの味方だ。フリーカーが長くいれば政府の連中は地下で腐っていくからだ。世界はもう俺たちのものじゃないが、フリーカーのおかげで政府のものでもなくなった。ラジオフリーオレゴンのマーク・コープランドだ。嘘を信じるな。ちょっと寝た方がいいな。やっぱ何も分かってねえんだな。フリーカーは味方じゃねえし、この世はとっくにあいつらのものだ。と、墓標で。ああ、よう、俺だ。ああ、なんだか信じられないことがいろいろあった。フェアウェルでのあの夜を覚えてるだろうって、忘れるわけないよな。オブライアンっていうネロの男、あいつが生きてやがったんだ。だからその、なんていうか、ちょっと思ったんだよ。ひょっとしたらお前も生きてるんじゃないかって。
だとしたらこんなところに通ってる俺がバカみたいだけどな。まあいずれにせよお前はここで死んだわけじゃないが。ああ、その本当にすまなかったって思ってるサラ。お前が手術を受けたってことをオブライアンから聞いた。6時間もかかったんだってな。お前は本当にタフだよ。キャンプが襲われた時も俺はお前のそばにいるべきだった。まあとにかくブーザーは無事だまあリッパーの野郎のせいで腕は失ったがな、うん、というわけで俺たちはまだロストレイクキャンプにいるし、しばらくはあそこから動けそうもない。まあそんな感じかな。ブーザーが厄介な野郎なのは今も変わらないがな。こないだなんてあいつ酔っ払って外を出歩きやがってよ。まったく何考えてんだかな。とにかくあいつはちょっと心配だな。よし、じゃあそろそろ行くな。あ、いや、また来るよ。じゃあな。またな。あるわい。オープランド。ディーコン、とても信じられねえが。何言ってんだ。この数年信じられないようなもんしか見てねえが。アナーキストを覚えてるか。1年前この辺りで虐殺を繰り返してた連中だ。行く先々に妙な積み石を残してた。アナーキスト。ああ覚えてる。昔何度かやり合ったな。やつらが戻ってきた。狩りに出てた連中がやつらのキャンプを見つけたんだが、一人しか助からなかった。話によるとアナーキストが全員顔にシンボルがあったらしい。くそ、どこでキャンプを見たんだ。場所を地図に記しとく。見つけたら一人残らず殺せ。行かれた連中はリッパーだけで十分だ。アナーキストまで相手しきれないからな。そうだな、片付ける。オッケー。だいぶ上の方やな。わかった。アナーキストめ、くそ、ずいぶんと久しぶりじゃないか。アナーキストども、ここで一体何やってんだ。コープランド、お前の言う通りあれはアナーキストだ。見つけたか。よし、実はトゥマロで調達してた仲間がまた襲われてな。奴らは許さねえ。ゴキブリみたいに残らず潰してくれ。もう昔みたいに好き勝手やらせないってことを思い知らせてやるんだ。じゃあな。アナーキストが思い知ったか。やられた。めちゃくちゃにしてやる。相手が悪かったな。ああ、やばい、罠に引っかかってる。やめろ。足、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 足。全然助けへんやん。見つけたぞ。足が、助けてくれ。やめろ。足が。お前らは一体何がしてんだ。捕まえたぞ。たちの縄張りに乗り込んでタダで済むと思ったか。お前なんで急に湧いて出てきた。
相手が悪かったね。びっくりした。お疲れ。これで終わりかな。コープランの。あ、戻らんでは、ええのね。やったら。おっと、スプリングス。コープランド、終わったぞ。他にいたとしても、これに懲りて俺たちには手を出さなくなるだろうよ。そうだな。それと今、俺たちって言ったな。お前がそうしたきゃ、仲間になってやってもいいぞ。じゃあな。へいへい、言ってろよ。なんだかんだ嬉しそうや。悪い。何の用だ？ディーコン、よかった。どうした、タッカー？リッパーだよ。またリッパーどもが来た。こっちはリッパーか。リッパーだと？クソ、どこだ？アイアンビュート方面から来るんだ。このすぐ南にあるベアクリークにキャンプを張ってる。あいつらを止めなかったらホットスプリングスはどうなっちまうんだか。ああ大丈夫だ、安心しろタッカー、なんとかする。ああ、ここにおるな。オッケー。おいタッカー、今リッパーのキャンプにいるが大した数じゃなさそうだ。偵察隊か何か見たか。全員始末しておくれ。ああそうだなタッカー、じゃあまたな。リッパーども、お前らのせいで俺の相棒は腕を失ったんだ。一人残らず殺してやるからな。導きが欲しいなら地獄へ導いてやるぞ。お前ら頭よう動くか、狙いづらいねんな。変だ。あと何人いるんだ。最後か。悟りは開けたか。ちょ待て、ゾエ。お疲れ。リッパーども、まとめて地獄に落ちな。よし。よし、戻るとするか。ああ、そうだ。タッカーに報告しに行かないと。タッカー、終わったぞ。全員やったかい？ああ、全員始末したぞ。そのために雇ったんだろう。悪いね、ただ。奴らが現れたのは、これで3度目。キャンプを襲ってリサの命も奪ったんだ。これ以上奴らを放っておけない。ああタカ、聞いてくれ。俺はアイアンビュートまで行って奴らの実態を見てきたんだ。なんだって、うん、いつどうやって。それは問題じゃない。だが信じてくれ。あいつらは何百、いや何千といるかもしれない。北に向かってきたら止めるのは無理だ。だから今は境界を越えてくる奴を始末し続けろ。そうすればカルロスにも北に手を出せばただじゃ済まないと伝わるはずだ。じゃあな。よし。もうサラって死んだことになってんの？っていうか死んだ。生きてんじゃないの？あれ。これ飛べんじゃね？無理かな。グッ。
止めたな。はい。え、せっかく朝にしたのに。なんかおるってこと？これ、キチガイ集団ちゃうの？許さんぞ。え？何してんの？やば。そう、お前ら教会お疲れ。お前が腰抜けみたいにこそこそ隠れてなきゃ仲間は助かったかもな。おい、誰だし。おったんかい。いた。うそやん。おった。では誓いの言葉の準備はいいですか？結婚式どこ？マジか。それでは、新郎から始めましょうか。ああ私から行かせて。ディーコ、誰も来てくれなくてごめんね。みんなを怒らせちゃったみたいね、私たち。いや、まあ、みんなじゃない。ブーザー？あなたは私にとってかけがえのない人よ。一緒なら他には何もいらない。本当よ。この指輪は私の愛の証。あなたが大切なの。この気持ちに始まりもなければ終わりもない。愛してるわ。またなんか来た。